あ、ミラーつけるんだ。シスターズノイズの2サビ抜けの縦連を左に持ってく。私も同じ理由で見られかけてんだよ。あれ？だけ他2曲が癖っぽい配置少ないから。どうせミラーかけてもあんまり変わんないから。それならその一箇所のためだけにミラーかけた方がいい。少しでもね、稼いでいかないと。やば。わあ、マジ？セル範疇に入った譜面は結構強いんですよね。うらやましい。もしでも押せない範疇に入った途端に A ランクになるんで、 A っていうか B 寄りの A。 なんかスチームゲー新しいのやりてえな。最後つまずかなければ。おおお。スターズノイズは最初のセクション簡単だから抜けるまでは98キープしたいね。嘘でしょ。当たり前でしょ。もったいないよ。最初むずいよ。最初96あったらいい方なんだろう。まあ、じゃあせめて96保とう。あ、そうか、ゴーストランナー2出るのか。体力は使って大丈夫、休憩あるから。おおお、うん、あ、いいね。とりあえずラピットトリガーかも。あんま音打ち完全キープではなかったっすね。いや、音打ちだね。え、音打ちから入ってバイブロしてるから、どっかのレーンだけそれが残っちゃってるって感じする。なるほど、でもやっぱやってる感じはいいと思う、そんな感じで早押しの方に持っていけたらいいかな。あ、ハマってんなって思ったらちょっと目線下げな、一瞬だけ。あ、どこのレーンハマってるかどうか見た方がいい。ウェーブ、ウェーブ、ウェーブ使う。早いで進めるか。遅い遅い遅い、これきついわ。左も、でもさっきよりは高い。さっきもこれ94だったね。正規の方がいい気がするけどな。あ、右の連打は明らかに重たいんですよね。左の方が強いです。ハムで右手あんみつるぐらいなんで。あれ？てか、ここもしかして俺以外みんな同い年？うん。あはは、おじさん。俺はクルルの1個上かな。ああ。あれ、クルルさんいくつだっけよ？
18だけど、早生まれ。じゃあ、クルーの1個下じゃないですか。じゃあ、え、そうなの？全然違った。1個ずつ違うのか。あ、43がもう落ちないわ、151は。せめてこの秋らしは保ったまんま終わりたい。95で終わりたい、これは。これで終われれば、チャンス。そんな無駄なこと言わないからなさいなぁ。アニワ君みたいな声した。そんな無駄なこと言わないからなさいなぁ。めっちゃハニワくんに感化されてるんですよね。よくない言葉遣いが特にバカに出てたよ今。よくないよくないわ。マンコデカガチ見当たんない見当たんなくて好きなんだよ。世界一利点のないことはマジで意味わからん意味わからんけどマンコがでかくて何の利点があるの？よく入る。よくやる。ああ、無理だー。いやー、でも全然、こっからでも、さっきのペースなら取れると思うんだよな。さっき 93. 点いくつでしたっけ？忘れてた。4はなかったよね、確か。結構戻してたから。まあでも、だって S いけるかなって言ってたぐらいだから、かなり。93は出てると思うんだよな、短曲でも。はい、入り完璧。完璧。あのさ、どんなスペースなら浮かれると思う。おお、さっきのもう自己ベがここで熱っ。あぜい。あ。お？結構いいね。ありそう。全然ある。サビ2回いくんだっけ？あと2回かな。余裕じゃん。余裕。ここら辺はなんか休憩、でかい休憩挟むから、めっちゃ安い。てか、やば。まあ。これ、短距離めっちゃ高いでしょ。これはやばい。これは、ウィニングランかな？行け。合格。パチ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 、やったー。ポーズなしです、素晴らしい。いいじゃないの。ポーズなしです、素晴らしい。じゃあ、なんで俺だけこんなアキレス低いんだ。絶対シスターズノイズやん、これ普通はもっと高くなるもん。